どうも部長でございます。本日はガンダムベース東京さんの方に来ております。先日はですね、ガンダムベース福岡さんの方も取材させていただきまして、まあコロナ禍で、結構いろいろとね、商品どうなってるのかなとかね、その辺のところを取材させていただいたんですけども、ガンダムベース東京さんの方はもう本当に久しぶりでございまして、今どうなんでしょうか品揃えね。特に HG とか Q キットあたりとかね、その辺のところが、まあ、ガンダムベース福岡さんとかもねかなり少なめだったんで、ガンダムベース東京さんどうなんでしょうか、見ていきたいなと思います。本日はですね、私事前に申請をしまして、特別に取材の許可をいただいております。本日は12月の4日、18時でございまして、HG ザクのね、発売日なんですけれども、さすがにもう残ってないかな、どうなんでしょうか、その辺のところも見ていきたいなと思います。おお、旧キットエルメスとかリックドム再販のようですね。あと GP02 とか、あ、結構再販多いですよ。マーク2、マーク2もある。HG ゼータ、100式、はい、グフ、リアルタイプグフ、土台、おー、リアルタイプ系、ガンダム、ガンキャノン。も入ってる。あ、これは嬉しい。ちょっとこれは買って帰ろう。あ、そういえばこちらも今日発売でしたよね。フルウェポンセット、エントリーグレードのフルウェポンセットですよ。はい、こちらまだ残ってますね。1個買って帰ろうかな。あ、ザクあった、すげえ。この時間でも残ってた。これはバンダイさんかなり多めに用意したな。もう18時ですよ。まだザクありましたね。こちらはちょっと多分1人1個だと思いますが、私も1つゲットしたいなと思います。おお、この辺キューキットの再販、ビグログラブロー、マゼラアタック、サラミスで、ガンダム、シャーザク、ムサイ、ホワイトベース、ミデア、ドダイ、ビグザム。うわ、この辺はちょっと買って帰ろう。前回来た時になくなってたグフとかズゴック、アッガイ、ゴックあたり入ってますよ。うん、ちょっとこの辺はまたちょっと買っときましょう。これはありがてえ。あ、FG もしっかり揃ってますね。 FG のガンダム、ザク、シャーザク、3つとも在庫たっぷりのようですね。あと EX シリーズ、ムサイとかサラミス、うん、マゼラアタックとか結構しっかりとありますね。あー、ただやっぱ HG は少なめか。 HG はこれ HG バルバロ祭りだ。バルバロだらけ、この辺一面バルバロと思ったら別の棚もう一面バルバロ。バルバロすげえな。バルバロだらけだな。こちらキューキットコーナー、キューキットの再販ちょっと熱いですよ。ガンキャノン、ジム、Gアーマー、奥にはザクレロもありますし、うん、アクガイ、ゾゴック、アッザム、100分の1もゾゴック、ゲルググがありますね。でジオング、
こちら144分の1のゲルグですね。さあ入り口入ってすぐのところにもありましたが、 HG はゼータ100式あとマーク2、ゼータ関係はこの辺ですね。私の制作動画でもやりましたゼフィランサスは結構充実してますね。GP01 と GP02 が今回大量に入ってきておりますね。こちらガンダムベース限定のガンダムマーク2のリアルタイプバージョンですね。いかんね、取材だけのつもりがついつい爆買い状態になってしまっている。まあここのルールは守っているとはいえ、あまりにも買いすぎると欲しい人が買えなくなってしまうので、この辺でグッとこらえよう。はい、フルメカニクスのねバルバトスとかこの辺も、うん、前よりも充実しているぞ。うん、だいぶ戻ってきてるか品揃え。まあ00系は前から割とあったんですがね。うん、こんな感じで。さあエイジ系、エイジは確か10周年ですよね。土台2、うん、ジェットコアブースター、ね、なかなか見ないこともあります。まあうち積んでますけど、うん、ユニコーンもやっぱりユニコーンばっかりですね。ユニコーン系のね、うん、他のやつがないんだよな。ユニコーンとバンシーとか、うん、ばっかりになっちゃってんだよな。さあ SD は相変わらずたくさんありますね。さすがガンダムベース。さあガンダムバーチェ、バーチェもありますね。なんか結構今日は出遅れたからもう何も残ってないんじゃないかなぐらいで考えてたんですが、かなり今品揃えが充実してきてる感を感じております。嬉しい。これはあトールギスかっこいいな、欲しいな。うわー、メガバズーカランチャーでっけえな、やっぱ、うん、すげえ。さあそんな感じで、お買い物が終わりました。お一人様1日1会計25個までということなんで、ついついちょっとね多めに買ってしまいましたが、まあ、今回の感想としましては、割と品薄状態が、回復してきてるんじゃないかなという感じです。まあ、特にね、Q キットあたりは再販かかったばっかりなんでかなり充実していました。MG の方はやっぱりガンダム系ばっかりかな、うん、言ってもあのジオンのモビルスーツとかはなかったですね。で HG に関しましても、まあまあ今日ご紹介したところあたり、100式、ゼータとかあのあたりはあるんですが、ジオン系モビルスーツ全然なかったですね。あとあれだ、Q キットの MSV あたりはもうちょっと壊滅状態でしたね。うん、でもまあちょっと兆し見えてきたんじゃないかなと思います。というわけで、今回は久々のガンダムベース東京さんからのリポートでございました。早くね、元の状態がね、あの日々が帰ってきてくれるといいなと思います。というわけで、今回のお相手は鉄道部長でございました。チャンネル登録よろしくお願いします。